どうも皆さん、明けましておめでとうございます。2023年1月1日今年も何卒よろしくお願いいたします。今年はですね、うさぎ年ということで、新年一発目のクソデッキ製造工場長によるクソデッキぶん回し会やっていきましょう。まあ、うさぎ年ということで、まあ、うさぎモンスターを今回使ってですね、相手嫌がらせをしていくという話なんですけども、今回はうさぎモンスターなるべくたくさん入れてきました。はい、バニーラっていうモンスター皆さんご存知ですか？甘いものがとっても大好きな甘党のうさぎでございましてね、はい、今日も明日も人参をかじりたいと、もうとにかく人参が大好きっていうね、うさぎモンスターとなってます。はい、明けましておめでとう。で、それからですね、このメルフィーラビー、このメルフィーのウサギモンスターでございまして、この切り株がね大好きなんですよ、このウサギは。はい、いつも登って周りをキョロキョロしていると可愛いですね。はい、さあ皆さんも一緒にメルフィーのお友達を探しに行きましょう。明けましておめでとう。それからですね、レスキューラビット、まあ、これもウサギですね。これもまあ、これも効果説明するまでもいいか。はい、明けましておめでとう。で、それからですね、アポロウサギこれもウサギなんですよ皆さん。知ってましたか？はい、これもウサギ実質ですね。ということで、まあ、ウサギ年記念ウサギデッキです。これは実質。はい。でですね、今日じゃあ何をやっていくかっていう話なんですけども、このデッキを使って、皆さんはこの弱肉一食という意味不明カードをご存知でしょうか？これ自分のフィールド上にですね、レベル2以下の通常モンスター5体存在している場合に、お互いのプレイヤーは手札を全部捨てると。で、レベル2以下の通常モンスター以外のフィールド上のモンスター、フィールド上のカードか。を全部破壊するっていうガチでやべえ効果を持っております。はい、発動条件がうんこすぎる代わりに、まあ、通ったらクソ強いと、この先行で打っています今日は。はい、先行で打ってお互いのプレイヤーは、手札を捨てる、全て捨てるということで、まあ、前半ですね。はい、先行で、ウサギ前半ですを決めまして、なんかいろいろして蓋して、で、まあ、3ターン目で勝っていくというデッキとなっております。ギミックは、まあ、いつもの通りクソデッキ御用達のギミックとなってますんで、ご容赦いただければというふうに思っております。早速ね、このバニーラちゃん使っていきましょう。明けましておめでとう。金河新年2023年もよろしく。デュエル3倍。金河新年2023年、明けましておめでとうございます。2022年は皆さん大変お世話になりました。2023年うさぎ年、今年もですね、ありとあらゆる手を使ってうんちかすデッキをねたくさん作っていく所存でございますので、何卒ご支援ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。新年一発目の動画はうさぎ年記念ということで、うさぎちゃんを使って相手のハンドを全部捨てさせていきたいと思っておりますよし、これ何もないぞ相手、ぬるいなこれで、ちょっと、これで、どっかでこの、クソデッキギミック解説しますねもうこれ皆さんね、これ使えるようになっていただけるとね、クソデッキ製造がめちゃくちゃはかどるんでね、本当にいろんなことできるんで、このギミックちょっとどっかで解説をさせていただきたいというふうに思います。はい、これ何ができるかというと、このギミックを使うことによって本当に何でもできるようになります。はい、もう好きなマジックトラップカードをサーチしながらね、好きなモンスターをバンバン並べていけるというね、そういうコンボとなりますので、まあ、結構コンボパーツがなんか 4,5 枚とか6枚7枚くらいになってくるともうちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、そのある特定のモンスターをなんか並べながら、なんか魔法トラップ、まあ、1枚か2枚ぐらいあればいいみたいなデッキのコンボであれば、この動きで確定させていただきますんで、はい、まあ、ちょっとこれはまた後日ですね。はい、で、新年早々ですね、クソみてえなソリティアを皆さんにお見舞いしているんですけども、新年一発目のソリティアはとりあえずイゾルディング、イゾ&ルデさんを使ってね、で、週末の騎士を特殊化して、週末の騎士とかいうぶっ壊れモンスターの効果により、サモンプレイスを墓地に送りながら、与党竹光を墓地に送っていく。はい。で、俺竹光サーチしながら、シーマソクシンの効果によって、サモンプレイスティングを墓地に送っていく。オッケー。
で、新年、一発目のエクシーズ召喚になりますかね、このネタもね、はい。新年一発目のエクシーズ召喚、皆さん何をエクシーズ召喚しますか？私はですね、当たり前に4歳のダラン・ベルシアンをエクシーズ召喚していこうと思います。はい。新年一発目の、明けましておめでとうエクシーズ、トウロクラモンスターじゃねえ。新年一発目に出してるモンスターがロクラモンスターじゃねえ。で、エクシーズ素材を4つ取り除くと、何でもマジックトラップカードを持ってこれる。これで弱肉強、一色とかいう意味不明なカードを持ってきて、でそして、セレーネをまず出していきましょう。はい。新年一発目に出したモンスター、悲願だったの、これ。うん。皆さんもね、新年、まあ、新年っていうか、今もう、思いっきり年末ですけどね、正直。はい。撮影時期は今、まだ全然年末なんですけど、まあ、1月1日に動画出さないといけないんで、ちょっと間に合わないんで、新年一発目っていうことにさせてください。これが。新年一発目は、まあ、相手が誘発持ってねえから、これ大吉だな。うん、大吉だわ。大吉。おみくじで言えばね。はい。で、ダラン・ゼルシアンとサモン・プリーストを使って、ウイルス・ソード。まあ、はい、ご時世的にアウト。ご時世的にアウトの名前してる。で、ウイルス・ソードマンからのゼロデイ。で、感染したので、バーサーカー出せる。感染を拡大するんでね。はい。ウイルスってのは拡大するんですよ。はい。マスクなんてしてでもね、感染するものは感染するんで。で、ウイルス・バーサーカーをの効果によって、ウイルスもう一回出して、で、これで感染が広がっていくということですね。はい。クラスター発生。クラスター発生から、セレーネ出してもう一回。はい。二枚目のセレーネ出していく。もう二枚、セレーネを二回出すデッキっていうのはね、ただね、ろくなデッキじゃないですから。はい。セレーネを2回出すデッキっていうのはもう基本的に、ゴミデッキ。と思っていいです。はい。で、セレーネの効果を2回目発動しまして、で、サモンプリーストを2回出していくと。はい。で、2回目のサモンプリーストの効果によって、さっきのガサの追い風を墓地送りながら、デッキから、ダークドリアードを特殊召喚。ダークドリアードの効果によって、なんかいろんな属性のモンスターをデッキトップに置けるというモンスター、でございまして、効果でございまして、はい。で、ツルプルン、これ、ウサギですね。はい。これ、実質ウサギ。これ、実質ウサギ。で、これ、置きましてですね、はい。ウサギ置きました、今ね。はい。今、デッキトップにウサギが置かれたの分かります？はい。これ、後でね、引っ張っていきましょう。そして、実質ウサギモンスターであるスカルデットを特殊召喚すると、4枚ドロー3枚戻しというのが入る。おい！行きましょう。サリュージャ、スカルデットで、4枚ドロー3枚戻し。ちょっと一回、このウサギちゃんはちょっと後で出すからね。後で出してあげるから、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。で、フェレットの効果によって、まず一発目。さあ、ウサギ年なのでね、ウサギを出していきましょう。甘いものがとっても大好きな、甘党のウサギですね。はい。甘党のウサギちゃん。世界一甘いと言われている人参を求め、今日も明日も人参をかじりたい。やかましいわ。で、ですね、ですね、これですね、はい、スケルトンを出しまして、はい。で、スカルゼット君の効果からですね、ウサギちゃんをね、ウサギからのウサギですね、はい。ウサギからのウサギ展開。ウサギ同士だからね、はい。で、実質ウサギモンスターであるロンギルスを出していく。はい。で、3体のモンスターを使ってロンギルスを出す。ほい。こちらの行く先にね、モンスターがいると、効果で破壊されないっていう効果があるんですけど。で、レスキューラビットの効果。さあ、ウサギからのウサギの展開よ。ウサギからのウサギ。ウサギ何体出てくるんだよ、これ。このデッキ。見えねえな、よく。白くて。で、オパールヘッドとかいう、ペンデラムスケールと、剣道スピリットとかいう、ペンデラムスケールを貼って、でペンデラム召喚、実質ウサギモンスター、スループルーンを特殊召喚していく。そして、自分の場にはレベル2以下の通常モンスターが5体。この条件でのみ発動できる最強カード、うおー、前半です。あ、双剣ね。なるほど。はいはい。なるほどね。いいでしょう。ですね。たぶん、反応1枚引かれてやばいカードだとまずいんで、ちょっと一回サベージとかいうモンスターで蓋しまして。すまんな、ウサギちゃんたち。もうお前たちのね、仕事終わりだから。うん。もうよくやったよ。ああ、もう来年まで寝てていいわ。はい。ねえ、牛とら、う、たつら、次の、年だから、ドラゴンですね。はい。次の年なんで、これ、翌年を見据えてます。はい。もう1月1日の時点でも翌年を見据えてるというね、意志が高い、かなり非常に。
非常に視野高い。でこれはウサギモンスターなんでかというとアポロウーサだからね、はい、アポロウーサギを出してこれ実質ウサギ年を記念していると。完全にウサギですからこれね、はい、完全なるウサギ。耳もあるしねちゃんと。これでエンドですね。でスケルトンで次のターンにロンギルスを出してくるとアクセスコルトーカーになりますので、で勝てます。次のターンではいワンキル確定となっております。なんか発動してもいいですけど、とりあえずあのサベージで無効にさせてもらいますね。その1枚のというか、あー無効です。お疲れ様です。新年明けましておめでとうございます。金河新年明けおめ、今年もよろしくね、マスターディエル君。今年もよろしく。ランクマのお友達、今年もこういうデッキどんどん作っていくからよろしくね。俺はさすがに編集間に合いそうですな。1日でしょ、全然余裕だな、多分いけるわ。明けましておめでとうございます。今年も何卒よろしくお願いいたします。やっほー。 あやばい、未開域暗黒界や。捨てさせちゃいけないやつ捨てさせちゃってるやつですか、もしかして僕これ。え、あれ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 これこれやばくないですか。ちょっと待って、チューナーいないとシンクロできないんですけど、助けて。あれああれあれ結構粘ったけどな俺。いやもうちょっとだったと思う。すいませんでした。今年もよろしくお願いします。